2014年10月25日埼玉新都心で行われた2014ツールドフランス埼玉クリテリウムプレゼンテッドバイベルーナ。自転車レースの本場ヨーロッパで真剣勝負を繰り広げる世界を代表するトップ選手たちが集まりました。埼玉で触れる日本の伝統文化、そして埼玉のおもてなし。レース当日は日本中から10万人を超える来場者が埼玉新都心に集まりました。レースだけではありません。フランスの文化に触れ自転車文化に親しむ多くのイベントも開催されました。そしてレースが始まると前回に続く熱戦。2代目王者に輝いたのはドイツのマルセル・キッテル。Yeah, it was an amazing race with all the people next to the road, all the Japanese fans. I really know how to celebrate cycling and how to do a good show. Arigato Nippon, and see you next year. ツール・ド・フランス、埼玉クリテリウム。